TMN の小室です。久々なのでね、久々にまたヨロピクねというご挨拶をさせていただきますけれども、はい、記念です。おう、久しぶりに動き出したということですね。僕も気合い入れてますんで。どうも、つまみやです。俳優を辞めてから、かれこれ。辞めたんですか、もう。辞めたんです。辞めたんですね。辞めたそうです。はい、もう二度と俳優やりません。ちょっと、二度とはないよ。やりますよ。まあ、好評だったのかね、不評だったのかよくわかんないんですけどね。またね、新しい、動きをですね。ダンスかどうかわかんないんですが、動きをですね、また考えてですね、楽しみにしててください。ゲロピックね。非常にね、この喋り方が今問題になってましてですね、うち全体甘たれてる喋り方って今有名なんですね。数月めめしいですね。あの、デレデレだったら巻き込んでる。薄いんで。もう、デレデレ満足。うん、そこら辺は。と、うん、いうわけで、これは、一人で聞くようにね、言ってくださいね。さよなら。さよなら。おじいちゃんや、私を置いてどうして先に行っちゃったの？ごめんね、ばあちゃん。あんまり気持ちよかったから。というわけで、米米クラブのガールズも禁止、そして、我らの、ゲーム殿だです。パチパチを読んでる皆さん、こんにちは。パチパチを一言で言うなら、あ、いるの、学校ちゃん、学校学校。ひよこピンクピンク、ミドリーニャ、マーバルチクです。いつも、応援ありがとうございます。それは失礼した。はい、ゆうたです。ちょうどこれを聞く頃は、アリーナツアーをやっているか、ちょうど終わっているかもしれないんだけど、もしコンサートをここまでやってるんだったら、してください。見たことない人とかも、してください。ないです。アルバム買ってください。知らないです。ツアー中だと思うので、どこかの会場に遊びに来てください。ギャラル、来年の5月頃に、また行くわけです。来年も、ずっと、パチパチコモノも、よろしくお願いします。頑張ります。順天岡です。どうもどうも。いや、このノリが最高に乗ってますね。相変わらずね、なんかファンキーなノリでね。そう、パチパチといえばですね、まず頭に浮かぶのが尾崎豊ですね。そう、なんだ、名村さんが、それで持ってます。なんだ、じゃあ一人ずつ、僕今、寺岡でしたけど、ベースでした。はい、ボーカルです。これからも、皆さん、パチパチをよろしく。シンプルでいいですね、今ね。じゃあ、どうぞ。あ、これからも、頑張っていきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。急に真面目になりました。ギターをやってる森潤太です。はい。どうぞ、最後の。どうぞ。今のはちなみにドラムの小林くんですかね。この素晴らしい絶妙なコンビネーションによって、日々活動しておりますけれども、とりあえず、90カ所のツアーもありますし、そう。それにぜひ来てもらえれば。そうだね。ね、ということで、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、こんにちは、ユニコーンです。こんにちは。どうでしょうか、小山さん。ね、ユニコーン、そうは阿部君はジャケット買うし、ちょっと大きいけど、まあいいですけど、まあ阿部君のちょっと大きいのは抜きにしてですね、これもできるか。これはね、またね、まあいっぱいね、買い物できていいやね。手島くんはもうだってあれですよ。買い物人生。買い物人生。手島くんは買い物だけしてすぐ帰る。数多いした。買い物人生。夜あの
でスタジオから一人で出歩いてて、はい、あのスタジオの人がこう帰ってくるから、クレイジーか、なんで危ないのに一人で歩いてるんだってニューヨーカーに言われてるっていう。そうそうそう。ニューヨークにしても歩く歩く。はい。はい。まあ、阿部君のちょっと大きいジャケットは間抜きにしてですね。ええ、どっかでまたお見かけすることがあると思います。かなり、ちょっと大きいです。ピークタイム、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ということで。ありがとうございました。さよなら。泣いてる。ザ・ジュリコでございます。はい。セカノリー質問ですよ。はい。どう見ても、20代後半なんて思わせないコツがあるのでしょうか。やっぱりあの、まあ、若々しく保つ決定ということですか。これはですね、よく寝る。なるほどね。よく寝る。これで寝るってよく寝る。一つらしい生活。一番一つらしいです。そうですね。それだったな。よく食う。よく食う。よく食う。それも必要だ。食うですね。うん、やっぱ食うね。食う人間、食物。そこはダメだ。はい。そういうことだ。若い人と話す。若い人と、それはやっぱナンパするってことですか、プロベーター。徳永はナンパしてますって言って。まずいですよ、愛する武勇。やっぱ気持ちでしょうね。気持ち。うん、若く、自分は若いんだと。ああ、うん、思い続けること。そうそうそう。なるほど。はい。そうですね。私は若く見られないんですけど、竹内若く見られないですけどね、うん、まあ、はい、大鳥さん、はい、そうですね、まあ、私の場合はですね、ジーパンですか、やっぱり。ジーパンを買う。ジーパンを買う。これはやっぱ若い秘訣ですね。そうですか。私はジーさんになってもジーパンを履きます。なるほど。はい。そうですね、私の場合は何すかね、常に弟。全然その若く見られることはないけど、それよりも一番急になっても弟は若く見られる。弟くん、弟くん、いいですね。みんなでもあれじゃん、他のバンドもとなんかかっこいいから実はあの俺たちもよくやってると思います。まあいいこと、まあいいです。よろしく。よろしく。いいです。よろしく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 。パチパチで、そういえば、ひくにさんに漫画を描いていただいて、あの、なかなかキャラクターが、よく掴んでるよね。アッコちゃんとか結構、もろばれておかしいんだよね。アッコちゃんはあの漫画の通りの人で、実は。もっともっとおかしいんだけど、そうですか。うん。もう、ああいう人なんだよね。あの、お便所で、ゲームポフィーを育てる人なんか得意だったよね。あれはね。ここにヘノイっていうね、あの忍者もいますけどね。ああ、ヘノイってことだ。そうだったんだ。知らなかった。知らなかった。泣いてたじゃない、最初に。というわけで、これからも私たちのページも、時間があったら皆さん読んでくださいね。ということで、プリンセスプリンセスでした。さようなら。こんにちは。ビーズのギタリスト松本貴弘です。ボーカルのイラの講師です。まあ、今まで本当に順調にやりたいことができてきてるんで、この調子またどんどん新しいものを見つけながら自分たちの音楽のスタイルが上がってきていけばいいなと思ってるんで、常にやっぱり自分たちのやりたいことがダイレクトにできて、うん、でそれを聞いてくれる、みんなが受けてくれるという状況はね、あの続けられればそれが最もベストだなというふうに思うので、ね、期待しててください、ビーのサウンド。はい、皆さん、いかがお過ごしですか。カッツです。中村淳です。カッツです。高井康則です。かつての野上悟です。高山かっちゃんです。というわけで、メリークリスマス&ハッピーニューイヤーということで、ごめんね、かつでした。どうもー風林火山。こんばんは、ザ・ブームです。はい、読者のみんな様に一言ずつお願いします。じゃあ、高橋。はい、これからも応援してください。はい、戸次さん、今後もですね、相変わらず、いろんなところに出没していろんなことをやりたいと思っております。今までと同様にですね、応援してほしいなと、僕たちも同じようにやっていきたいなと思っております。よろしくね。
あのに。パチパチでは我々は結構クリーンなイメージで今まで写真に登場してたんで、6周年目からは今度バッドなイメージで行きたいと思うんで、かなりハードな、コアな写真になると思うんで、みんな期待していてください。よろしくね。そうですね、最後にじゃあまあパチパチにこれから我々もたびたびまあ出没すると思いますが、そろそろ垢抜けたいなと思っていますんで、以上、終わりー。バイバイ。せーの、パグでーす。イエーイ。おいえー、おいえー、自己紹介を。ボーカルの谷口 D。 おいえー、熱血ギターの車谷です。ドラムの加藤です。はい、というわけでこれは何ですか。おめでとう。なんかよくわかんないけど、おめでとう。パチパチの視聴者プレゼントの CD で当たった人はおめでとう。おめでとう。私たちがバグです。よかった。はい、じゃあライブに来て、男はダイビング、女の子はこう黄色い声で黄色い声こんな感じで、どうもー、バイバーイ。はい、アップビートの島田です。はい、アップビートの広石です。はい、アップビートの炎のギター岩永広石です。はい、ということで、読者からの質問なんですけれども、コミュニケーション、コミュニケーションを取るということで、これは和歌山県和歌山市柳本、俊江さんからの、質問なんですけれども、老後はどうしますかという質問来てます。どうしますか。どうしようかね。うん、まあそうだな。炎の知人だな。いいよ、そういうのは。まあそれでもいいけどね。うん、炎の知人でもね。かっこいい爺さんになりたいね。どうすんならね。こう背中で炎を語るみたいなね。炎を、うん、メラメラしてる、うん、まあ老人になっても燃えていたいねみたいな。あれはこう若い子とかがさ、若い子人とかもっと家にこう来たら、あそこにあるのはギブソンのレスポールのオールドじゃないですかって、うん、そうじゃの、すっかり埃かぶっとるが。で持ってパッと久しぶりに弾いてみようかなって持って弾くとものすごくうまいみたいな。伝説のじいさんですね、それは。それでいいや、俺。それでいい。いいね。うん。渋いのはいいよね。男だったらね、やっぱね、年から。コーヒー入れるのがうまいみたいな。あ、いいね。俺は常にそういうキャラクターだな。店持っててさ、ドラムセットがあってさ、ほこりかぶっててさ、若い人がたまに来て、なんか、あれ、ドラムじゃないですかって、うん、もう最近叩いておらんのって叩くとすげえうめえみたいな。そういうの憧れてませんって、二人を無理やりそっちに押し込めようとしてるんです。でもいいよね、そういうね、うん。そういう渋いじいさんがいいね。うん。落ち着いた中でも、落ち着いてるんじゃなくてね、うん、なんかこう生きたいように生きるっていうのがベストですね、うんうん、そういうジジイを目指したいと思います。熱いものを持ったジジイね、うん、そういう感じで、ということで、アップビートでした。はい、パチパチ6周年おめでとうございます。ゴルゴ13です。僕はパチパチとの思い出はもう本当数、うん、限りないですね。毎回やってますから、浴衣を着てね、赤をバックに、うん、納涼船に天国前だっけ、撮ったこともありました。もう1年以上前になりますけども、あの時はその姿がピンナップになって、古今東西ピンナップ浴衣で出るのは初めてだったんじゃないかと思います。納涼船に天国の下見を紙面で公開でやったり、梶原木太郎と対談したり、うん、創刊したばかりの頃っていうのはあのフィリピンの方にね、あの表紙の撮影に行ったこともありました。読者と一緒に。いやー、厳しい時代だった。まだみんなマルコスシャツ着てたような気がするんですけどね。そういえばもうあれからずっとパチパチはね、着続けて着てるわけです。サバイバルで、そういった意味で、出続けてる僕はすごいなと。これからも、パチパチで面白いことを変化し続けていきたいと思っていますので、どうか頑張ります。よろしく。ということで、プロゴルファー、サルでした。さて、私は誰でしょう。大江千里です。それでは。僕、ケンちゃんです。何をやってるのかな。あ、僕。そうだ。僕の後だよ。キーボードを弾いてる。キーボードを弾いているんだ。そうか、どんな楽器なのかな。
電源入れて、音色作ったり、鍵盤を押したり、やめ楽しみだよ。そうか。そうか。じゃあ、ティゴヤはキーボード弾けるわけだね。幼稚園の時から、うまいんだ。ピアノも習ったり、いろいろ楽しいんだ。そうか。よかったね。よかったね。これで、マキちゃん、何やってるのかな？僕は怒ってるんだよ。ほら。もう僕が遅刻すると怒るのは、マキちゃんだよね。怒ってるんだよ、僕は。なんで怒ってるのかな？怒ってるんだよ、とにかく。怖いな、それは。ところで、洋一君は何をやっているのかな？私は、おでこのたけりは、こう、ライトでこう、下から当ててですね、缶ビードチェックに。うん、今日も OK ってやってるわけだね、これが。うん。で、このバンドなんて言うんですか、ちなみに。僕たち、とっても恥ずかしいバンドの。せーの。3人揃って、ソフトバレーだよこんなもんで。どうでしょう、あ、これフラト君って言うんですか。かわいいですね。かわいいにょ。パチパチ、読者の皆さん。こんにちは、ドリームカムトゥルー。というわけで、私たちは11月に、サマーメのアルバム、ワンダースインも出ましたし、ただいま全国ツアー真っ最中ということで、各地に幸せをお届けしております。いつもね、パチパチで、ドリームズカムトゥーの情報を一生懸命探してくださってる皆さん、どうもありがとうございます。ありがとうございます。それから、他のファンの方でですね、他の記事を見てる方も、たまにはドリームズカムトゥーの記事も目を当てていただいて。いただいた時はありがとうございます。ありがとうございます。まあ、吉田の口の大きさに驚かず、ぜひアルバムを聴いたりです、それから、コンサートに足を運んでいただけたらって非常に思っていますね、吉田さん。そうですね。皆さん本当に幸せな気持ちで毎日を過ごしてもらいたいと思っております。はい。はい、ということで、ドリームズカムトゥーの愛を込めて、パチパチの皆さん。それでは。さよならーと。あれ。こんにちは。フリッパーズギターの山田です。こんにちは。こんにちは、フリッパーズギターの小沢です。質問いくよ。じゃあね、なんでいつも普通の服を着ているんですか？着てないのかな、みんな普通の服。うん、俺は心配だよ、その方が。みんな裸かよ。ちょっと、みんなどんな服着てんだろうっていう質問に答えてください。結婚するなら何歳ぐらいですか？ほっといてください。パチパチ読者の皆さん。爆竹に飽きたら。爆竹に飽きたら、フリッパーズギターもどうぞって感じ。いや、わかった。じゃあ、ユタミモリとフリッパーズギターってほど。ダメだよ、爆竹の飽きたらフリッパーズギターって言えばいいよ。という感じです。はい。どうも、こんにちは。僕が松岡秀明です。手紙をどうもありがとう。まずはこれは、宮城県の石巻さゆりちゃんからですね。結婚は何歳ぐらいまでと考えていますか？ということなんだけども。幼稚園ぐらいから二十歳ぐらいまでに結婚しようと決めてたんだけども、幼稚園の頃っていうのは二十歳の人とかすごく大人に見えるじゃない。で、いざ自分がなってみるとこの通り、まだまだ子供なので、そうですね。大体、今だったら30歳ぐらいまでにできたらいいんじゃないかと。あんまりこういうのは考えてするもんじゃないしね。ということで、次は手紙が変わって大阪府の加賀、これは何て読むんだろう、むつえちゃんでいいのかなという感じなんだけども、名前が違ったらごめん。松坊が一応思い出に残ると思うのは何？これはね、香港とバンコクにライブでちょっと行く機会があったんだけども、その香港に行った時に、ビクトリアヒルっていうところがあって、そっから見たね、夜景は、これは素晴らしいものがありましたね。だから、みんなもよかったら、香港とか行って、そのビクトリアヒルっていうのにはぜひ一生に一度登って夜景を見てほしいなと思います。松岡秀明でした。バイセクシャルです。りょうです。レンです。ナオです。ショウです。
パチパチに向けてどうですか、ジョー君。いやー、これからもいろいろとバシバシパチパチではやっていきたいなと。うん、なおくん、まあ俺らのコーナーができてるから、うん、もうこの上ないことですが、ね、なんか もっとバイセクシャルのコーナーを見たいっていう子はやっぱりパチパチの編集部に、当初当初バイセクシャルのコーナーを増やせのコーナーに、うん、ページ数を増やせそうそうそう、それいいな、うん、このパチパチを乗っ取るような、うん、そうそうそう、うん、バイセクシャルの本になってパチパチが1ページぐらい載ってんねん。そう、いいな。ということで、さん、はい。また、暇でー。4小節。いや、これ、一人一人だったら大丈夫か。あ、そうかな。一人4小節。違うかな。バイセクシャルでした。どうも。どうも。